皆様こんにちは、セリナです。今回は2023年上半期のベストコスメ、大手美容雑誌3誌、大手オンラインストア1社、大手口コミサイト1社の計5社のベストコスメランキングの中から、それぞれのカテゴリーで一番多く1位を獲得したコスメを集計して、2023年上半期真のデパコスベストコスはどれなのかを検証していきたいと思います。2023年の上半期も各カテゴリーでたくさんのアイテムが発売されましたが、その中でも特に人気のアイテムをご紹介していきますので、少しでもコスメ選びの参考になれば嬉しいです。また上半期中に動画内でご紹介させていただいた下地10種類とファンデーション12種類も総まとめして動画でご紹介しておりますので、ベースメイク選びに悩まれている方はぜひこちらの動画も参考にしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず今回の集計方法についてご紹介すると、ポーチェ、マキア、美的の美容雑誌3社、オンラインストアと口コミサイトのアットコスメ、リップスの計5社のベストコスメランキング1位から3位までを集計して、その中で一番多く1位を獲得したアイテムをご紹介していきます。それでは日焼け止め部門からご紹介していきます。日焼け止め1位はこちら、スックのプロテクティングデイクリームです。リニューアルをしたクレドポーポーテの新しい日焼け止めも人気でしたが、スックのプロテクティングデイクリームの方が僅差で1位と2位の獲得数が多かったです。受賞理由としては、これまでの概念を覆す圧倒的な心地よさ、生き生きとした肌を叶えるなどの理由が挙げられていました。それではスックのプロテクティングデイクリームをこちら側半分に塗って、実際の質感などをご紹介していきたいと思います。こちらは特に下地効果などはないタイプの日焼け止めですが、しっとりとしていてある程度の重さがあるタイプだからか、毛穴をフラットに見せてくれる効果があるところもすごく使いやすいなと感じるポイントです。こんな感じでツヤが出る仕上がりがとても綺麗ですよね。はい、こちら側半分にスックの日焼け止めを塗ってみました。特に下地効果などはない日焼け止めタイプですが、何も塗ってない方の肌と比較すると自然に肌トーンがアップしているのと、ツヤがものすごく綺麗に出ていますよね。そして近くで見てもこんな感じで、しっとりとしていて少し重さのあるテクスチャーが肌表面を覆ってくれるので、毛穴や凹凸も自然にフラットに見せてくれます。そして肌表面もしっかりと保湿されて、柔らかくて滑らかに整うのにベタつきは感じさせないので、これからの季節しっかりと日焼け止めを塗って紫外線対策をしたいけれど、日焼け止めのパサパサ感や乾燥感が気になるという方にもとてもおすすめなアイテムです。続いては下地部門です。下地部門はこちら、ディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールです。同時に発売されたベルベットベールやジバンシーのカラーコレクターなども人気でしたが、こちらのディオールグローベールが1位獲得数と2位にランクインしている回数も多かったです。受賞理由は、色ムラを一掃し肌を底上げ、下地だけでベース完成と思わせるほど綺麗という理由が挙げられていました。こちら側にはスックの日焼け止めを残している状態なので、反対側にディオールのフォーエバーグローベールを塗っていきます。グローベールはこんな感じでみずみずしくて伸びもいいですが、ある程度の膜感と重さも感じるので、しっかりと肌を保湿してくれて、この膜感によるつるんとしたツヤがとても綺麗な下地です。はい、こちら側半分にはディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールを塗ってみました。反対側に塗っているスックの日焼け止めと比較するとより分かりやすいと思いますが、グローベールはつるんとした滑らかなツヤで肌を覆って、ほんのりとピンクのカラーでトーンアップされている感じが分かりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、特に毛穴対策系の下地ではないですが、
つるんとした膜感と程よい重さがあるテクスチャーで毛穴を埋めてフラットに見せてくれます。こちらは水分によるみずみずしい保湿感だけではない、程よい重さのある保湿感とツヤ、膜感による毛穴補正効果、そして紫外線カット効果など下地に欲しい効果を兼ね備えていて、オーソドックスに使いやすいツヤ肌下地だなと思いました。いろいろなタイプのファンデーションと組み合わせてみましたが、どんなファンデーションとの相性もいいので、たくさん1位を獲得しているのも納得だなと感じるアイテムです。はい、今回は下地効果のあるディオールのフォエバーグローベールで揃えました。ではこの状態で続いてはリキッドファンデーション部門をご紹介していきます。リキッドファンデーション部門はこちら、ナーズのソフトマットコンプリートファンデーションです。こちらはボーチェ、マキア、美的などの美容雑誌でそれぞれ1位を獲得するなど、とても人気が高いファンデーションでした。受賞理由としてはマット肌好きなら一度は試してほしい名作ファンデなどの理由が挙げられていました。こちらのアイテムはまだ使用したことがなかったので、今回多くのベスコスランキングの中で1位を獲得したということで購入してみました。ブランドからは1日中崩れにくくフルカバレッジで自然な仕上がりのマットファンデーションということで、上半期に発売されたファンデーションは比較的ナチュラルなカバー力のアイテムが多かったので、どんな感じに仕上がるのか早速塗っていきたいと思います。ハイカバーなマットタイプということですが、こんな感じですごく伸ばしやすい質感ですね。すぐに肌にピタッと密着してくれて、一塗りでもしっかりとカバーしてくれます。でも全然重さを感じることはなく、とても塗りやすいです。はい、こちら側半分にナーズのソフトマットファンデーションを塗ってみました。下地のみの方と比較すると、こちらのファンデーションのカバー力の高さとソフトマットな仕上がりがよくわかるかなと思います。ただかなりハイカバーですが、近くで見てもこんな感じでファンデーションの厚みや重さはなく、しっかりと肌に馴染んでくれていると思います。そしてパサパサになってしまうという感じではないですが、しっかりと肌に馴染ませていくと肌表面はパウダーを塗った後のようなサラサラに仕上がっているので、崩れにもとても強そうです。上半期に発売されたファンデーションはナチュラルカバーでツヤ仕上がりのアイテムが多い印象だったので、ハイカバーでソフトマットに仕上がるこちらのファンデーションは今期の中では珍しかったんじゃないかなと思います。しっかりとカバーをしたいという方におすすめです。続いてはパウダーファンデーション部門です。パウダーファンデーション部門はこちら、シャネルのルブランブライトニングコンパクトです。こちらは美容雑誌3誌に加えてリップスでも1位、そしてアットコスメでも2位など新作のパウダーファンデーションが豊作だった上半期の中でも特に人気の高いアイテムとなりました。受賞理由としてはつけたところから肌のくすみを晴らしてくれるなどが挙げられていました。ではこちら側にナーズのソフトマットファンデーションを残した状態で、反対側にシャネルのルブランブライトニングコンパクトを塗っていきます。こちらは付属のパフがスポンジ面と起毛面の2面タイプになっているので、まずはスポンジ面でしっかりとカバーをしていきます。上半期はパウダーファンデーションもたくさん発売されましたが、こちらのパウダーファンデーションはこんな感じでスポンジ面にとってしっかりと塗っていっても全然粉っぽさを感じさせないのと、しっかりとツヤが残ってくれる仕上がりなところがとても綺麗です。続いて反対側の起毛面で磨くようになじませていくと、こんな感じでより綺麗にツヤが増していきます。はい、こちら側半分にシャネルのルブランブライトニングコンパクトを塗ってみました。反対側に塗っているハイカバーでセミマット仕上がりのナーズのリキッドファンデーションと比較すると、シャネルのルブランブライトニングコンパクトはパウダーファンデーションとは思えないほどのツヤとナチュラルで素肌のような仕上がりなところがよりわかりやすいと思います。上半期に発売されたパウダーファンデーションはどれも粉っぽさがなく
ツヤが出る仕上がりのアイテムが多かったですが、シャネルのパウダーファンデーションのこの滑らかなツヤ感は特に綺麗ですよね。近くで見てもこんな感じで全然粉っぽさはなくて滑らかで、ハイライトを塗って仕上げた時のようなツヤ肌に仕上がっています。カバー力がナチュラルなタイプなので、リキッドファンデーションやクッションファンデーションの上にフェイスパウダー代わりとしてブラシで磨くようにのせてもとても綺麗で、お直しにもぴったりなパウダーファンデーションです。個人的にもとても好きなアイテムだったので、5社中4社で1位を獲得しているのは納得だなと思いました。では続いてクッションファンデーション部門です。クッションファンデーション部門はこちら、クレドポーボーテのタンクッションエクラルミネです。こちらも美容雑誌3誌でそれぞれ1位を獲得、アットコスメでも2位を獲得するなどとても人気が高かったです。受賞理由は、手軽なクッションでここまでハイレベルな肌が叶うとはなどの理由が挙げられていました。それでは下地にディオールのフォーエバーグローベールを塗っている状態なので、クレドポーボーテのタンクッションエクラルミネを塗っていきます。しっとりとしていて高保湿のタイプのファンデーションが多かった上半期ですが、その中でも特にこちらのタンクッションエクラルミネはみずみずしいスキンケアのオイルのような質感で、肌にしっとりとファンデーションが馴染んでくれるところが特徴です。こんな感じでスキンケア後のような濡れツヤ肌に仕上げてくれるところがとても綺麗なファンデーションです。はい、こちら側半分にタンクッションエクラルミネを塗ってみました。みずみずしいオイルのような質感でしっかりと肌を保湿してくれますが、反対側の下地のみの方と比較しても厚塗り感のない自然な仕上がりなので、しっかりと保湿をしてくれるタイプのファンデーションがいいけれど厚ぼったく見えてしまうのが苦手という方にもとても使いやすいと思います。近くで見てもこんな感じでファンデーションが肌にスッと馴染むような質感なので、ナチュラルすぎずハイカバーすぎずなちょうど中間的なカバー力なところも使いやすいポイントです。こちらは肌表面の乾燥が気になってうまくファンデーションが塗れないという方にはもちろん、クッションタイプになっているので日中の乾燥が気になった時のお直しとして持ち運ぶのにもとてもおすすめです。それでは続いてコンシーラー部門です。コンシーラー部門はこちら、ディオールのディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーです。こちらは5社のランキングでそれぞれ1位を獲得するなどダントツの人気となっていました。受賞理由は、どんな時でもきちんとした肌になれる名品などが挙げられていました。今顔全体にはクレドポーボーテのタンクッションエクラルミネを塗っている状態なので、この上から気になる部分にディオールのコンシーラーを重ねていきたいと思います。まずは目の下の部分にのせていきます。こちらはリニューアルアイテムですが、リニューアル前と同様の高いカバー力はそのままに、肌に溶け込むように馴染むようなテクスチャーに進化したところがすごく使いやすくなったなと思いました。続いて赤みなどをカバーしていきます。今期に発売されたファンデーションはナチュラルなカバー力のアイテムが多かったので、こういったしっかりとカバーしてくれるコンシーラーがあるととても使いやすいですよね。はい、気になる部分全体にディオールのコンシーラーを重ねてみました。近くで見てもこんな感じでしっかりと気になる部分の赤みや色ムラはカバーしてくれていますが、コンシーラーを塗った箇所がわからないくらい綺麗に肌に馴染んでくれていますよね。リニューアル前からとても人気で愛用されている方も多いアイテムでしたが、リニューアルをしてより使いやすくなったなと感じたので、5社のランキングで全て1位を獲得しているのも納得なアイテムだと思います。続いてはフェイスパウダー部門です。フェイスパウダー部門はこちら、 NARS のソフトマットアドバンストパーフェクティングパウダーです。こちらは5社のランキング中3社で1位を獲得、2社で2位を獲得するなど全てのランキングで上位にランクインしていました。受賞理由は、素肌のように自然な、まさに欲しかった質感などが挙げられています。
ちらのパウダーにはブラシやパフなどはセットになっていないので、トゥーフェイスドのフェイスブラシを使って塗っていきたいと思います。最近のフェイスパウダーはもう粉っぽくならないのは当たり前というくらい、どのフェイスパウダーにも全く粉っぽさを感じない仕上がりですが、こちらの NARS のパウダーも粉っぽくはならないのに意外としっかりとしたカバー力があって、こんな感じで綺麗に毛穴や凹凸をフラットに見せてくれるのはもちろん、赤みなどのカバー効果もあるので、下地とフェイスパウダーのみで仕上げたい時やお直しとしても使いやすいアイテムです。はい、こちら側半分に NARS のフェイスパウダーを塗ってみました。しっかりとツヤが出る仕上がりのファンデーションのみの状態の方と比較すると、自然ですがこちらのパウダーのセミマットな仕上がりが分かりやすいと思います。そして近くで見てもこんな感じで全く粉っぽさは感じませんが、しっとりとしていて少し厚みのあるパウダーが肌の毛穴や凹凸をきれいにぼかしてくれていますよね。どうしても厚みがあってカバー力が高いフェイスパウダーは粉っぽく見えてしまったり肌に馴染みにくいというところが気になりますが、こちらのパウダーはとてもカバー力が高いのに綺麗に肌に馴染んでくれるところがとても使いやすいなと感じます。はい、アイブロウ、マスカラ、アイライン、そしてシェーディングまで完成しましたので、続いてはアイシャドウパレット部門をご紹介していきます。アイシャドウパレット部門はこちら、ルナソルのアイカラーレーション18番です。スックのシグニチャーカラーアイズ13番やエレガンスのエタンセルアルモニーアイズの02番なども人気でしたが、美容雑誌3誌でそれぞれ1位を獲得したルナソルが人気となりました。受賞理由としては今っぽい立体感のある目元が簡単に作れるなどが挙げられています。ではルナソルのアイカラーレーション18番セピアアンバーの全色を使ってメイクを仕上げていきたいと思います。 B のカラーを指にとってアイホール全体にベースとしてのせていきます。こちらのカラーがこのパレットの名前の通りのセピアのような発色でものすごく絶妙で可愛いなと思いました。個人的にもこのカラーすごくお気に入りです。続いて D のカラーを指にとって上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのカラーがこのパレットの中で一番しっかりと発色をして締め色効果を発揮してくれるカラーですが、それでもこんな感じでかなりナチュラルなので、アイシャドウのカラー調整が苦手という方にもとても使いやすいパレットだと思います。程よく目元に陰影をつけてくれます。続いて C のカラーを付属のチップの太い面にとって下まぶた全体にのせていきます。上まぶたにこちらのオレンジを重ねても明るさが出て可愛いですが、下まぶたに仕込むことでベーシックですがおしゃれな雰囲気も楽しめるメイクに仕上がります。明るすぎないオレンジなのでカラーメイク初心者の方にも取り入れやすいカラーだと思います。最後に A のカラーを指にとって上まぶたの黒目の中心にのせたと、そのままチップの細い面にも取って下まぶたのまつげの際にものせていきます。はい、こんな感じでルナソルのアイカラーレーション18番セピアアンバー全色を使ったメイクが完成しました。全体的に肌なじみが良くてナチュラルなカラーでまとまっている4色のパレットですが、ベースに塗ったセピアのカラーや下まぶたに入れたビターなオレンジカラーなどベーシックだけれどおしゃれなカラーが揃っているので、ナチュラルですがこなれ感を出したい時にぴったりなアイシャドウパレットだなと思います。最後に上に重ねた大粒ラメのカラーがアクセントになっていますよね。アイシャドウの発色の調整が苦手という方にも使いやすくて、どんなシーンにも合わせやすいパレットなところが人気のポイントなのかなと思いました。では続いてチーク部門です。
チーク部分はこちら、 RMK のピュアコンプレクションブラッシュ10番です。同じく RMK のピュアコンプレクションブラッシュの02番もランクインしていたり、ジルスチュアートのメルティシュマーブラッシュの02番も人気でしたが、こちらも美容雑誌3誌でそれぞれ1位を獲得していました。受賞理由はさっと一はけでメイクの完成度がグッと上がるなどが上がっていました。ではチークブラシを使って塗っていきます。 RMK のチークはしっかりと発色を楽しめる高発色タイプなのに、こんな感じで肌に綺麗に溶け込むように馴染んでくれるところがすごくいい質感だなと思ったアイテムです。そして特にこちらの10番のサハラベージュのカラーは、ピンク寄りのコーラルカラーのベースにパール感が白っぽく光る感じなので、肌に絶妙な透明感を与えてくれるところがすごく可愛いなと思うカラーでした。はい、両方の頬に RMK のピュアコンプレクションブラッシュ10番のサハラベージュを塗ってみました。少し距離があるとよりこのチークのパールのツヤ感が分かりやすいと思います。こちらのカラーはこのパールが白っぽく光るので、ベースのカラーはピンク寄りのコーラル系ですが、このパールの光り方の効果によって自然な透明感が出るところがとても今っぽいですよね。そして近くで見てもこんな感じで高発色のタイプなのに、しっかりと肌に溶け込むように馴染んでくれるところもすごく綺麗なポイントだなと思います。では続いて口紅部門です。口紅部門はこちら、 RMK のザ・マットリップカラー01番です。シャネルのルージュアリュールベルベットも複数のカラーがランクインしていましたが、カラーを指定してのランクインはこちらのリップが一番多くランクインしていました。受賞理由は一見地味に見えますが、唇にのせると顔立ちや肌の色が際立ってメイクが垢抜ける、唇にのせて完成するよう計算されたセンスに脱帽などが上がっていました。こちらはマットタイプですが、しっとりとしているタイプなので唇の乾燥が気になる時期にも使いやすいアイテムです。でも重さがなくて軽やかなので、塗ってる間に不快感がないところもとても使いやすいポイントだと思います。はい、 RMK のザ・マットリップカラー01番はこんな感じです。見た目だともう少しヌーディーな発色なのかなと思いますが、唇の上に乗せてみるとこんな感じで、ヌーディーカラーですが絶妙な赤みと血色感も感じられるところがすごくトレンド感のあるカラーだなと思いました。そして質感としてもマットタイプですが、しっとりと滑らかで、でも重さは感じない軽いつけ心地なので、カラーだけではなく質感もものすごく使いやすいリップです。そしてこちらのリップは色持ちもとてもいいので、リップのカラーを持続させたいという方にもおすすめです。すごく今っぽい顔にまとめてくれるリップですよね。それでは最後はリキッドリップ部門です。リキッドルージュ部門はこちら、ディオールのディオールアディクトリップマキシマイザー026番です。こちらはそれぞれのランキングで1位や2位を多く獲得しているのはもちろん、ボーチェ・アットコスメ・リップスのベストコスメ大賞にも選ばれているなど、全体を通してもかなり人気となったアイテムです。カラーがつかない001番もランクインしていましたが、今回は026番のインテンスモーブをご紹介していきます。受賞理由としては潤いのあるナチュラルでふくらとした唇を叶えてくれるなどが上がっていました。マキシマイザーは16年ぶりのリニューアルということで、もともととても人気のアイテムなので、今回のリニューアルもとても注目度が高かったですよね。質感としてはこんな感じで、リニューアル前よりもグロス特有のベタつき感がかなり抑えられて、リキッドリップのような滑らかな塗り心地に変化しました。はい、ディオールのアディクトリップマキシマイザー026番のインテンスモーブはこんな感じでした。マキシマイザーにはプランプ効果があるので、自然に唇をぷくりと見せてくれていますが、リニューアルをしてグロス特有のベタつき感がさらに抑えられたので、
しっかりと唇にぷっくり感は欲しいけれど、ベタつくのは苦手という方にもとても使いやすいと思います。そして今回多くランクインしていたこちらの026番のインテンスモーブのカラーは、透明感がアップするような青みを感じるカラーですが、肌なじみがいいので、どんなメイクにも組み合わせやすいカラーだなと思います。近くで見るとこんな感じで、グロスのツヤ感の他にも微細なラメが入っているところもとても可愛いです。こちらは発売前からかなり注目度が高かったアイテムというだけあって、各社のベストコスメの大賞を受賞しているというのも納得なくらい今期の中でも人気のアイテムでしたよね。はい、ではこんな感じで2023年上半期のベストコスメ5社のランキングの中で一番多く1位を獲得していたアイテムをご紹介していきました。どのカテゴリーのアイテムも仕上がりが綺麗なのはもちろんですが、つけ心地や質感などもとてもいいアイテムが多くランクインしていて、しっかりとメイクも楽しめつつ、使っている間に負担感を感じないアイテムがとても多かったなという印象です。ぜひコスメ選びの参考にしていただけたら嬉しいです。また2023年上半期のマイベストコスメについてはまた別の動画でご紹介していきたいと思いますので、こちらも合わせてチェックしていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。